秋吉です。今日はですね、タスカム兄さんこと島川くんと文化芸術活動の継続支援事業についてコラボトークしていきたいと思います。それでは島川くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイイエイイエイいいですね、テンションがなかなかいい感じですね。はい、おそらくタスカムのミニスタジオを使われてるんじゃないかなと思いますけどね。いいですね、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。はい、でですね、まあ、今回の文化庁の補助金に対してなんとタスカムから厳選された機材をですね、ページができたっていうことを聞いてですね、まあ、これはタスカム兄さんこと島川くんに聞かなくちゃいけないっていうことでですね、はい、そのページについてね、まずは聞いていきたいんですけれども、はい、島川くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、秋吉先生のおかげさまでお、ページをちょっと作らせてもらいましてですね。あ、そうですか。ああ、ね、素晴らしいね、うん。文化芸術活動の継続支援事業関連音響製品のご紹介ということで。おー、できたね、はい。ご活用いただいてはいかがでしょうかみたいな、そんなページになっております。でね、カテゴリー別にですね、一応製品を分けてて、うん、まあ、音楽イベント向けとか作曲したい人はこれなのとか、舞台関係の人はこんなのどうですかみたいな感じで分かれてて、そうそうそう、まあ、例えばこう舞台のとこパコンって飛ぶとこう出てくるわけですよ。うん、あ、なるほどなるほど。カテゴリーで、分けられた状態なので、そこを押せばそこに飛べるわけですね。そうそう。ほうほう。で、まあ、例えばこの DB テクノロジーズオペラシリーズ、僕の背景にもなったやつですけど、うわー、さすこれをこう例えばバコンと押すとですね、はい、ホームページに飛んできます。なるほどなるほど。で、まあ、どんな製品だということを見たりして、あ、フロアモニターにもなるんだみたいなことをですね、こう見ていきつつ、じゃあこれいくらぐらいなのかなってなったらですね、この購入はこちらのところに TX ストアって出てきますんで、これはあの TX がやってる直販サイトになりますので、はい、なるほど。ここそう飛んでいくと、あ、まあ、オペラこの10インチの PSP か、これは7万7000円で売ってるんだみたいな感じで、うん、まあ、参考の価格もね、こう分かってもらえるんじゃないかななんていう、そんな仕組みになっております。非常に分かりやすいですね、はい、この画像をクリックすれば、うん、そこのページまで全部見れちゃうってことですね。そうですね。なるほど。そうそう、まあ、あとそうキャンペーンの情報とかもね、こうあったりするんでね、うん、あ、今キャンペーンも合わせてやってるんですか。そうそう、いろいろね、キャンペーンやってるのあったりして、あのオーディオインターフェース買うと、どれかちょっとプレゼントしますよみたいな。いやいや、これはもうさらにお得じゃないですか。お得ですね、この機会に買うとね。そう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 。しかも補助金が、3分の2だったり、 ICD 活用すると4分の3だったり出るんで。そうなんですよね、非常にキャンペーンもついてくるってお得ですな。そう、お得なんです、うん、お得でお得を重ねて今ね、そうそう、今み、はい、いろいろ見てたんですけれどもね、はい、ちょっと島川くんにね、なんて言いましょう、こうお願いっていうか、まあ無茶ぶりって言いましょうか。お、今回の補助金はいくつかに分かれてまして、例えば、うん、技能向上 A1 だったり、上限20万円とかですね、A2 で150万とかっていろいろ分かれてるんですけど、はい、まあ、今のね、いろいろと選んでいくと、まあ、もちろん、これかなこれかなっていうところは非常に分かりやすくまとめられてたと思うんですけど、はい、値段でいろいろこうセレクトさらにしてもらえたら嬉しいなと思って、うん、なるほど、うん、例えば A1 の上限20万円で言うと、まあ、上限20万だから全部機材を使うっていうわけじゃないと思うんですよ。うん、そうですね、例えば半分の10万円っていうのが、まあ、基準補助金っていうと、まあ、クリアしないといけないので最低限度、うん、ってことはまあ15万だったりとかすると思うので、うん、まあ、そのね、他にもいろいろ稽古代だったりとか、まあ、その ICT 活用したネットを介したまあコミュニケーションだったりとかですね、まあ、そういったものでいろいろとこう皆さんバランスよく申請されると思うので、分かりやすく
例えば A1 の10万円を申請する場合、どの機材を使った方がいいのかっていうところでですね、まあ、さらにですね、リアルでやってきた人が、これからこういうコロナの状況で、まあ、なかなかリアルでできないじゃないですか。そうですね。うん、なので、これからオンラインに移行していきたいっていう方、まあ、いわゆる初心者向けにですね、10万円組んでいただくことは可能ですか？やりましょう。おー、いいね。格闘でしたね、今ね。おー。もうね、やらなきゃどうにかされそうだ。そうだよね。だからね、なんかこうね、やっぱりこう、何を選んでいいのかっていう、迷うとね、今まとめられてたけども、そうですよね。うん、もう10万円だったらこれだみたいな、もう初心者の人はこれ買いなさい、タスカムだと思う、もうこれはもう安くコスパ良くていいよっていうやつ、うん、お願いします。確かに。準備します。ちゃんと待ちください。よーし。ね。はい、じゃあちょっと、組んでみましたんで。お、いいね。ちょっとまずね、ざっくり雑で申し訳ないですけど、エクセルにまとめてみたんで。あ、もうすごくわかりやすいじゃない。え？これまで10万円。10万円上限だと、まあ今これ合計で9万7460円。そう、ここの価格は、一応、今日のですね、今日現在のリアックストアの、販売価格、ちょっと出してみたんで。なるほど、なるほど。まあ参考程度にね、にはなるとは思うんですけど、まあ、TX ストアだったらこんな感じって感じですね。うん。はい、先ほどの TX ストアの金額を全部打ち込んだって感じですよね。そうですね。で、まあ、今回、これね、どんなもんかっていうと、ほほほほほほ。まあ、基本的なんでしょうね。ライブとかメインでこうやられてたミュージシャンの方たち、がですね、こうまあ、自分の楽曲だったりとか、プレイしているものをこう配信するだったりっていうところに、フォーカスをしたものになっています。あ、じゃあ割と今回はまあ音楽ミュージシャン向け、音楽家向けっていうことになりますね。そうですね。なるほど、なるほど。っていう感じで、まずこの10万円やっていこうと思います。はい。まあ、まずざっくりなんですけど、まずこれ、実際のものも見てみますか。はい、お願いします。はい、ポチ。待ってくださいね。いいよ。いいよ。はい。じゃあ、まず最初、オーディオインターフェースなんですけど、うん、これ、シリーズ102ってやつですね。これね、今、キャンペーンもやってるんですけど。あ、これ買うとまたキャンペーンにも参加できるっていう。そうそう。キャンペーンも参加できるやつで。で、オーディオインターフェース、結構今、どこも在庫切れみたいな感じになってるところ多いと思うんですけど、なるほど。今現在、このシリーズ、在庫入ってきましたので、お買い求めいただけるかなというふうに、思います。で、まあ、ざっくり何がいいかっていうと、まあ、音とかもすごい自信持ってる製品なんですけど、これね、ソフトウェアがすごい充実して、最初からバンドルされてるんですよ。バンドルとは何ぞや？はい、まあ、要は、オーディオインターフェース買うと、作曲用ソフトとかも一緒についてくる。あ、じゃあ、音楽制作ソフトを買わなくてもついてくるってこと？そう、そういうことです。あ、そういう意味か。めちゃくちゃお得じゃないですか。そう、キューベース。まあ、ね、すごい有名な、キューベース LE っていう。うん、作曲ソフトとアンプリチューブ、まあ、ギタリストとベーシストの方が、まあ、アンプの、ね、シミュレーターですね、これでエフェクターとか使わなくてもオーディオインターフェースからギターパソコンにつなげば、アンプとかの音を出せるよっていう。なるほど。いうソフトが、まあ、要はシリーズを買えば、曲を作るためだったりとか、自分の、うん、演奏を収録するためだったりに必要なものが、もう基本全部もう、入ってますよ。そんな製品にこれはなってます。なるほどですね。まあ、これが、先ほどのオーディオインターフェースを買うと、漏れなくついてくるってことですか？そうです。はあ、これはすごくいいですね。これで、いくらだっけ？あ、
ほほほほ。今 TX ストアで38,280円。うん、なるほど。まあ非常にね、その制作ソフトもついてくるっていう意味で言うとリーズナブルですね。で結構音もね、かなり自信持ってるんで、おすすめでございます。はい。はい、じゃあまずこれでね、オーディオインターフェースがありますよと。うん。うん、じゃオーディオインターフェースがあって、じゃあ次ちょっと音入れるには、まあ、ね、楽器の人はそのままさせばいいですけど、うん、ボーカルの人とかアコースティックギター取りたいってなったらマイク必要になってきますんで、はい。コンデンサーマイクの TM80 ってやつね、これ。どうでしょうって感じです。こういう、ね、すいません、タスカム兄さん、すいません、コンデンサーマイクってそもそも何ですか？はい、ね、マイクは大きく分けるとですね、はい、まあ、そうだな、ミュージシャンの方が、よく使われるマイクって大きく分けて2種類あるんですけど、はい、ダイナミックマイクってやつとコンデンサーマイクってやつがあるんですね。うん、でダイナミックマイクっていうものは、うん、まあ、よくライブとかで、ボーカルの人がこう握ったりしてこう歌ってるような、まあ、要はあと手話の SM コッパーとかが代表的な例ですよねっていうマイクでして、まあ、あれは非常に、なんでしょう、筐体自体も強くて、うん、まあ、非常に扱いやすいマイクですね、うんうん、でコンデンサーマイクっていうのはよくミュージシャンの人のレコーディングの現場に密着みたいなのとかこう見たりすると、ボーカルの人はこう、つっててこう、つってるマイクでこう歌ってるの。あれかっこいいよね、あれなんかシルエットがね。かっこいいですよね。じゃあもうモテちゃうわけですね、コンデンサーマイクを使うとっていうことですか？モテます。これ、いや、モテなかったとき、俺、ちょっと責任取れないと。でも、ね、その動画、これから配信したいとか、オンライン講演やりたい人とかは、やっぱり、はい、大事じゃないですか、こう絵面的にも。そうですね、絵的にも大事ですもんね。うん、かっこいいですね、今、その吊るしてるっていう感じで言うとね。うん、でかっこいいだけじゃなくて、あ、そういうことか。マイクの方が、うん、まあ、仕組みはいろいろあるんですけど、まあ、繊細な音が取れやすい、取れるっていうふうに、まあ、言われているというか、そういう構造になってるんですね。うんうん、じゃあ、割とその一言で言うと、レコーディングとか向いてるのかなっていうところもあるんですかね。レコーディングに向いてますね。非常にただ、繊細なんで、ライブとかでこう激しく使ったりとか、うわーってやったりすると、結構、そういうのには難しかったりするんですけど、レコーディングとかする分にはすごくおすすめなのがコンデンサーマイク。そう、じゃあ配信者向けっていう意味ではコンデンサーマイクが割とお客さんに向けて、例えばね、ツイキャスとか YouTube とかって配信するにはコンデンサーマイクがおすすめってことですね。いいと思います、非常にいいと思います。なんかライブだったらダイナミックマイクってことですね。そうですね、リアル。じゃあまあコロナが明けたらもうダイナミックマイクでダイナミックにやるってことですね。コンデンサーマイク、こう非常に繊細な音で取るコンデンサーマイク、高いんじゃないのっていう話なんですけれども、いや、それは高いでしょう。8,800円。でもなんかテレワークとかにも使えるとかって、なんかテレワークって書いてあるんですね。そうそう、テレワークとかにもね、非常におすすめですよ。僕、会社でも会議やるんですけど、Teams とか使ってね、そういう時僕、会社では基本 Team80 使ってやってますね。あ、じゃあまあそこにも使える、だから広く用途的には使えますね。そうですね、いろんな用途でお使いになって。あ、めちゃくちゃいいね、8,800円、これ初心者にもうってつけですよね。いや、本当にそうだと思います。で次コンデンサーマイクが入ってきて、でさっき僕は非常にコンデンサーマイク繊細だよっていう話したんですけど、すごい繊細な音が取れるはゆえに、はい、ノイズも拾いやすいっていう風にもある種言い換えられるわけですね。あ、そっか、もう細かく音取っちゃうから。そうそうそう、ちょっとノイズの音も拾っちゃうっていう、うん、まあこう例えば話してるときにこう息ふわって出るんですけど、今すごい分かりやすくやるとこう、うん、ファッファッフッフッってこうファッってこうやるとこう空気がこうボワってなるような音とかあると思うんですけど、うん、そうですね、そういうのも入ってきちゃいやすいと。あ、繊細なだけにね。そうそう。はいはいはい。でも、それを
ガードするためにポップガードっていうものが必要になってくるんですけど。ああ、それはコンデンサーマイクに対してポップガードっていう感じですか？ほう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 。ポップガードっていうのがあればですね、このパピプペポとかの破裂音とか、次はそのポップノイズっていうものをこう防いでくれる。あ、そういうことなんだ。へぇ。で、まあ、さらにね、あのコンデンサーマイク、まあ、ダイヤフラムっていうものが、うん、あって、まあ、そこが音の空気の振動というものをこう感じ取って音としているんですけど、まあ、そこの要はあの唾が飛んじゃったりして湿気を帯びたりすると非常にマイクが良くないので、うん、そういうのを防いだりっていうことを、あ、そういうことか、してくれるんですね。これは結構値段するんじゃないですか。これでも3300円。あ、契約書はすごい お買い得ですね。そう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 。でもあの本当にね、僕もあの自分よく歌ってみたらやってるんですけど。あ、そうかそうか。いや、島川君もね、シンガーソングライターっていうことでね、そうそうそう、歌も歌ってギターも弾きますもんね。これあるとないとじゃ全く違います。あ、これはね、そう、もうあの自信持って言いますけど全然違いますんで、あの、ないで歌うんだと、やっぱちょっと気使うんですよ、すごい。そのポップノイズとかも。なんかあんまりこう、ふわって入っちゃうと。はぁ。だから相当ストレスなく歌えるようになるし、その歌にも集中できるんで、うん、これはね、ぜひ、あった方がいいと思います。うん、で、そう。で、これポップガードがあるから、まあ、安心して、歌えるようになりました。なるほど。なって、じゃあ安心して、歌えるようになって、じゃあ次マイク立てたいっすよね。